どんぐり FM。 どうもなるみです。どうもなつめぐです。前回、うん、ひどい終わり方をしたのをご存知でしょうか。覚えてますでしょうか。あれですよね。はい、説明しろと。あのデイリーポータルの与田ひかるさんの記事で、うん、得意なジャンルで相談されてそれにドヤ顔で答えると、うん、めちゃめちゃ気持ちいいので300円ぐらい払えるよねっていう記事があったんですけどね。うんうん。それをやってみましょうということで、僕前回、夏目さんに LINE ペイで300円送って、西武ライオンズについて聞いてっていう、こっそり LINE で指示して、で、気持ちよく語ってたところ、不快な気分になって終わった。のが前回で、今回はね、じゃあ夏目さんから300円もらって、僕が不快な気分質問するいやいや、とっても気持ちよ大変不快な気分ですよ、あれは。とっても気持ちこれが本当の飽きないですからね。はい。はい。じゃあ、ちょっと僕、夏目さんになんか相談したいことがあって。はいはい、何でもいいですよ。時間いいですか？うん、いいですよ。あの、最近よく見かける言葉で、うん、GT 釣りっていう言葉があるんすよ。ああ、はい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 。ただあの GT 釣り何のことだかちょっとよくわかんなくて、もし知ってたら教えてほしいんですけど、うん。何なんですか、あの GT 釣りっていうのは。ああ、はいはい、その質問ね。はい。GT って何かっていうと、ジャイアントトレバリーって言って、もう簡単に言うとローニンアジっていうアジのでっかいやつなんですね。それを釣る釣りが流行ってまして。まあそれのことですね。アジ釣るだけ？そうそう、アジ釣るだけ。はいはい。で、それ、浪人アジっていうのは、スズキ目のアジ科のアジなんですけど。うん。まあ大体、大きいの、大きいじゃない。普通、全長が180センチぐらいですね。え？めちゃめちゃでかくない？めちゃくちゃでかい。で、体重が80キロぐらいです。俺よりでかいね、それね。そうですね。身長180、体重80キロはね。アジってそんなでかいんですか？うん、アジの中でももうものすごくでかいやつで。そうそう。で、浪人アジってなんで浪人アジかっていうと、大体こいつは大きくなると単独で行動して、浪人ってこう、なんだろう、孤独のね、はいはい、浪人人と群れないと。そうそうそう。うんうん、そう。その浪人アジっていうのの釣りがね、すごく今はまあ楽しくて人気ですね。これ、夏目さんもやってるんですか？僕もやってます。僕はもうここ、10年とまではいかないけど、毎年毎年やってますね。浪人アジを釣りに。浪人アジを釣りに。これはどういうところで釣れるもんなんですか？基本的にあったかいところで、で、まあ、ハワイとかでも行けますし、オーストラリアとか。で、日本だと沖縄で釣ることもできます。へぇー、うん。あと、モルディブとか、なんかそういう、いわゆる、なんだろうな、ほんほん、リゾートみたいなところで釣れる、でっかいアジですね。で、それを、釣ったらね、食べたりはしないです。こう、釣って楽しかったねっていう釣りなんですけど、もうそこ、なんだろうな、例えば沖縄だと、もうむちゃくちゃ、こう、大事にされてて、もう他の国もです、でもですけど、そんだけでかくなるためにはすごい時間がかかるんで、うん、もう釣れたらすごい大事にして、じゃあ釣るなって話なんですけど。釣ったら写真撮ってリリースすんの？そう。おー。そう。で、このローニアジっていうのがすごいんですよ。あのですね、この前なんだっけな、ナショナルジオグラフィックだったか何かで特集されてたんですけど、うん。飛んでるカモメとかを食べるんですよ、ジャンプして。とか、あと、カモメが、鳥が海でぷかぷか休憩してたら、それをバッコバッコ食べるんですよ、こいつ。え、そんなでかいんだ。鳥ってだって、何？羽広げたら80センチぐらいあるのに、それをもうバッコバッコ食べるんですよ。へえ、それ何？海面からジャンプして、そう。ある程度飛んで食べんの？そう。だし、もしくはこう、海の上でふーって休憩してる鳥をね、こっそり近づいてバクって食べるんですけど、まあそれがかっこいい。もうこれはね、小学生男子ならもうみんな大好き。もうめちゃくちゃかっこいい魚なんですよ。それ、我々もなんなら食われかねなくないですか？確かに。まあでも、そこまでじゃないんじゃないかな。まあ、でも確かにね、それぐらいの。ね、めちゃめちゃでかいよね。だって180センチ80キロっつったらもう森友哉よりでかいからね。そうっすね。森友哉よりかはでかいっすね。森友哉っていうのはあの西武ライオンズのキャッチャーで去年首位打者取ったんですけどね。うん、軽い U 戸籍ぐらいありますからね。軽い U 戸籍ぐらいあるね。うん。うん。
だからもう小関裕さんがさ、あの鳥食べてる感じですね。ひどい例え。ちょっと例えとしてよくわかんないんだけど。まあ108センチあるからね、小関裕さんは。うん。うん。そう。これ流行ってるんですか今。流行ってる。まあ昔からずっと釣り。でそれ釣るのは餌でミミズで釣るとかじゃなくてルアーって言って偽物のプラスチックを動かして釣るんですよね。うんうん。でそれをやる人からするともうなんだろう、最大級になんだろう、挑戦したい魚というか楽しい魚というか、いつかは GT 釣りたいなっていう。夏目さんはこの GT を釣り上げたことあるんですか？僕一回だけあるんですよ。もうしかもそれ面白いのが毎年友達と行ってるのに一回だけあるんですよ。うんじゃあ、数年間は全然釣れてないけど、うん、1回だけ釣れたことある。1回だけ釣れて、ゲームバランスがちょうどいい、まあ、ちょっとハードモードにしすぎなんですけど、これ何がいいって、多分餌だと釣れるんですけど、うん、この偽物のね、プラスチックを動かして釣るので、もう魚との騙し合いなんですよ。何もしなかったらただのゴミなので、うん、それをきれいに動かして、私は、弱ってる魚だよっていう動かし方をして、それで、あ、弱ってる魚がいる、バクっていうのをね。それなんか網とかでガーってすくうんじゃダメなんですか、その魚を。網とかでガーじゃダメなんです。もう、騙し合いが楽しい。で、あともう、めちゃくちゃ仮説検証ですね。この季節のこういう太陽の感じだから、こういう色でこうやって動かしたら、こう今だとカタクチイワシがこうやっているし、ダツがこうやっているから、ここの深さでこうやってやったらこう釣れるだろうって思って、いや、釣れない。じゃあこうしたら、で、バクってきて、おやっぱりっていう仮説が当たるのがめちゃくちゃ楽しいですね。ほー、そうなんだ。糸垂らしてぼーっと待つとかじゃなく、めちゃくちゃ脳みそが疲れます。いや、この時にこうやって動かしてないとダメだなとか。はいはいはい。うん、じゃあ毎年沖縄とか行ってんすか、これ釣りに。そうですね。もう毎年この魚を釣りに僕はいろいろなところ行ってます。か、今年もでも行けんじゃないですか、これから。ね、本当はもうちょっと前に行く予定だったんですけど、いろいろな事情で行けないなーってなったんですけど、まあ、行けるのかな、もうそろそろ。鎌倉の江ノ島か、江ノ島水族館入って最初の10メートルぐらい行くとでかい水槽があって、こいつが泳いでるんですけど。あ、そうなんだ。そうそう、入ってすぐ10メートルぐらい歩くとでかい水槽でこれがめちゃくちゃいるんですけど、うん、僕そこで1時間いましたからね。そんなかっこいいの見てるだけで、うん、もう僕も最初にこうテクテクと歩いて、ああ GT がいるって言って、そのまま1時間そこの水槽で、うおーっ。じゃあ都内にいる人は一番近くで見れるのがその江ノ島の水族館なんだ。いや普通にあれじゃないですか、サンシャイン水族館とかでいるんじゃない。あ、そうなんだ。うん、まあ後で画像とか貼っとくんでね。そうですね、夏目さん釣ったやつ貼っとくんで、うん、ぜひ見ていただけると。この夏目さん釣ったやつめちゃめちゃでかいっすね。2メートルぐらいありそうですね。どんな気分だったんですかこれ釣ったときは。棒読み。いやでもこれたまたま僕ずっと GoPro 撮ってて釣るとき、うん、だから釣れるとこから全部映ってるんですよ、うんうん、いやもう僕ちょっと泣きそうでしたからね、釣れたとき。これ何年前、何年前だろう、3年前ぐらい、 2,3 年前ですね。お、何が楽しいって、釣れて釣り上げて友達と一緒にやったねってハイタッチした時ですよね。そこそこそこ、もうね、なんかね、自分がどうとかじゃなく、だって友人と一緒にもう何年も何年もこれが釣りたいって言ってずっと言ってて、うん、これハンターハンターでもね、ジンが言ってたんですよ。なんかあのなんだっけ、古墳かなんかを見つけようとした時に本当に嬉しかったのは、ふと振り返った時に周りにいた人と一緒にやったねって言ったタイミングだったっていうのがね、めちゃくちゃわかる。あ、言ってましたね。うん、っていうね、300円もらってこういう話をするかい。これいいですね。いいね。まあ、うん、ただこれ聞いてる人が楽しいかはもう全然わかんないんですけど、この GT 釣りについて。浪人味のことをひたすらね。このポッドキャストを再生する人みんなに300円払ってほしいですけどね。夏目さんが聞いてくれてありがとうっつってね。うん、あの夏目さんの LINE の QR コードをこれ貼っとくんで、これ聞いた方は300円。300円もらえるポッドキャスト。うん、聞くと300円もらえるポッドキャストとして今回行った方がいいと思うんですよ。いやー、いいな、これ発明だな、面白い。うん、うん、
いいっすね。いいっすね。あと、オンラインだと程よいっすね。これ、飲み会でやると、成美さんってあからさまに顔が、今聞いてないよって顔になるんで。まあ、あからさまに目が死にますからね。そう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 。うん。オンラインだとちょっとぐらい死んでてもあんまり気づかないんで。確かに、ちょうどいいわ。うん。いやー、GT 釣り僕、まるっきり興味ないですけどね。やっぱこれ300円払うっていうのはバランスいいんじゃないですか。いいっすね。与座さん天才だわ、これ。というわけで、この、与座さんのこのゲーム、なかなか面白いんで、うん。またいつかやりたいっすね。ね。ぜひ皆さん、これすげえ、500ハテブついてる。やっぱ与座さんすげえな。1000ツイートされてる。そうっすね。次回ゲストで。あ、そうなんすか？やったー。いや、わかんないっす。勝手に。